動画をご覧いただいてありがとうございます。韓国から外国人投資家を締め出すの傍若無人炸裂というテーマで今日はお送りしていきたいと思います。ムン政権の支持率下落が止まらずにですね、さすがに焦っているようです。その原因で今話題なのはですね、やっぱり不動産価格の高騰問題ですね。この不動産価格高騰問題、現政権がですね、いくら政策を打っても全く効果が出なくて、引き続きですね、ソウルのマンション価格は上昇しています。これに伴い国民の批判も高まり、支持率下落に拍車がかかっているといった状況でしょうかね。ここに来てですね、外国人の不動産投資が増えているという数字が出てきて、さらにそれが価格高騰に拍車をかけているようです。今回また政府がですね、強引な法改正を企んでいるようなので見ていきたいと思います。何やら外国人投資家を締め出そうとしているような動きです。またカントリーリスク上昇ですね。記事は韓国の毎日経済の機械翻訳になりますので、一部日本語がおかしいところがありますが、ご了承ください。外国人の国内不動産取引市場最大規模に増えたという知らせが伝えられた後、国会で外国人の国内不動産投機を防ぐための法案が相次いで発議され、制度の改善が急流に乗っている。外国人が国内の不動産を買い付けるとき、取得税率を上げる方策に続いて、売り時譲渡所得税重課税率を追加で上げ、投機自体を封鎖しようとする動きも現れていると。7日、国会と不動産業界によると、イ・ヨンホ無所属議員は、早ければ10日、外国人国内不動産の譲渡所得税率と取得税率を引き上げる所得税法、地方税法の改正法律案をそれぞれ発議する予定であるということで、ここに来てですね、外国人投資家、投機目的でマンション不動産を購入する外国人が、過去最大規模に増えたという、情報が上がってきたということですね。それを受けて、急遽というか、外国人の、住宅不動産売買に対して、税率を上げるという所得税法の改正ですね、これをですね、急遽上げるということになったようですね。さすがですね、巨大与党、反対するものも蹴散らしてですね、さっさと 法案化してしまうということですね。はい、続いて見ていきたいと思います。まず所得税法改正案には、外国人の譲渡所得税率の既存税率 5% 追加のいずれかで税率を適用することとした。去る4日、国会本会議を通過した所得税法では、不動産の譲渡所得税率を2住宅所有者ということですね、は 62%、 3住宅以上は 72% に引き上げた。ここで外国人を対象に追加の法改正が行われれば、3住宅以上を保有している外国人は、来年6月以降の住宅売却時の最高 77% を税金として、べきである。この改正案は、外国人の譲渡所得の金額を算定する場合は、譲渡差益で、長期保有特別控除額を控除しないようにする条項も含まれていた。地方税 法改正案には、外国人の一般住宅取得税率は 21% から 24% で、高級住宅プール添えたり、取得当時時価標準額が6億ウォンを超過する場合など、取得税率は 27% から 30% を適用することにしたと。いうことでですね、かなり、強引なというかですね、外国人向けにですね、
通常の、まあ、通常というかかなりこれでもねすごい税率ですけどね、不動産譲渡所得税率が 62% と 72%、うん、でさらに、外国人に向けてはですね、そこに 5% 乗っかるということですね、最高 77% になると、うん、いうことです。はい、でまあ、取得の時と、譲渡の時両方の税制を改正するということのようですね。うん、買う時も 21% から 24%、まあ、高級住宅だと 27% から 30% ということで6億ウォンということで、まあ、0.09 円ぐらいですから5400万ぐらいですかね。うん、まあ、東京と変わらないですよね。てかそれより高いんじゃないかな。はい、というような、まあ、法改正をするということのようですね。はい、ということで、まあ、税制をさらに強化、引き上げることで外国人の投資目的の売買を抑え込もうというのが今回の目的のようですね。まとめると、4日時点ですでに不動産の譲渡所得税率を引き上げる法改正が国会を通過しています。まあ、それによると2戸以上住宅を持つ場合は 62%、 3戸以上持つ場合は 72% に税率を引き上げるとなっています。投資用に複数の住宅を所有することを制限しようと税率を上げたわけですと。うん、これによって住宅価格を抑えたいんですが、まあ、さらにですね外国人の投機を許さないということで3戸以上住宅を保有している外国人には住宅の売買時に最高 77% の税金を払わせると。まあ、これは21年、来年ですね6月以降のように、まあ、今のところ改正しようとしているということになります。うん、まあ、しかしですね、まあ、条文によっては外国人を平等に扱わない法律として海外から指摘される可能性ありますよね。アントリーリスク上昇で、まあ、外国人投資家の流出も懸念されます。うん、まあ、どんどん今もね出ていっている状態ではありますが、この不動産については外国人が今どんどん流入していたということですね。はい、まあ、巨大与党でですね、まあ、どんな法案でも法律にすることが可能かもしれませんが、まあ、国会に提出する前に、まあ、少し立ち止まって考えた方がいいんじゃないですかね。はい、以上今日の動画はここまでになります。最後までご視聴いただいてありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価、皆さんのご意見、コメントもどしどしお待ちしております。ベルのマークのクリックもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。